アイアンのフェイスの向きのセットの仕方についてご質問いただきました。仮に地面に平らにクラブのフェイスがこうくっついているとして、これが今まっすぐだとすると、まずクラブが、まあ、トゥーダウンといって手元が上がって、こうシャフトがどん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 前側に行くとどうなるかというと、このように右に飛びやすくなります。ですからこのフェイスの見た目の向きよりも、この持っている場所のこの角度がこうなればやはり右ですし、まあ、やはりつま先下がりとかがこう右に行きやすい原因の手が上に浮いてしまうのは右で、逆につま先上がりとかの手元が下になってくると左に行くっていうようなこととの複合関係も、まあ、覚えておく必要があります。で、逆にこの前と後ろ、まあ、前に倒れるとやはりロフトが立つので球が低くなります。で、逆に後ろに倒れるとロフトが開くので上に飛びやすくなります。で、さらに後ろから見ると、前に倒すと少しやはり左に回転しやすくなります。で、逆に後ろに倒れて上向くと右に飛びやすくなります。この複合が全部重なりますので、最初のその見た目っていうよりは手の角度とかも関係してますので、一概にそのどれに合わせるかっていうのは、まあ、分かりませんが、今の4つのことで球筋も決まってきますので、一概にフェースが開いて構えてるから開いてるかっていうのは分かりませんので、その辺は今の4つを踏まえて自分で試して球筋を研究してみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録評価お願いします。ゴルフで分からないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。